皆さんは肌着や靴下を洗濯するとき表のまま洗うのか、それとも裏返して洗うのか、どちらが良いと思いますか？正解は裏返しなんです。ではなぜ裏返しが良いのでしょうか？今日は靴下や肌着の洗濯のポイントと合わせてお伝えしていきます。型崩れを気にしない靴下や肌着は裏返して洗濯した方が汚れ落ちが良いからです。靴下や肌着は匂いが気になるアイテムです。匂いの原因となるのは汗や皮脂、角質など、体から出てくる汚れが菌によって分解されて匂いが発生します。湿度が高く部屋干しをする機会も増える梅雨時は匂いが一層気になる方も多いのではないでしょうか。そのため靴下や肌着は裏返して洗濯することをおすすめします。洗剤液の水流や他の衣類との擦れなどが直接当たり汚れ落ちが良くなるからです。靴下や肌着の洗濯のポイントも見ていきましょう。洗濯物全般に言えることですが、汚れたら早めに洗うことが大切です。汚れは洗濯するまでの時間が長いほど落ちにくくなります。特に湿っていることの多い靴下や肌着などはそのまま置いておくと菌が増殖して匂いが強くなる可能性があります。洗濯物の量は洗濯機の容量の 7-8 割程度までにします。洗剤はできれば除菌または抗菌効果のあるものを選びましょう。特に匂いが気になるときには酸素系漂白剤を併用すると効果的です。梅雨時期は部屋干しの機会も増えますので、ぜひこまめに洗濯してくださいね。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。